今からシャワーを入りに行きます。今は3時間ぐらい寝て、夜の9時ぐらいなんですけど、ちょっと寝苦しいですね。やっぱりここに2列ぐらい止まりますね。予想通りだね。トラックの前に2列ぐらいかぶせて止めてくるんじゃないかと思ったんだけど、やっぱり予想通りでした。まあそれでも引き抜けるぐらいの余裕はあります。今からちょっとシャワーやっと開いたんでシャワー行きます。はい、シャワーを浴びてきました。やっぱりここはね、前にトラックが2列止まりましたね。予想通り。これはでも向かい合わせにトラックのロット作っても多分すれ違えるぐらいの距離がありますよね。多分 TA だったら向かい合わせに作ってるかもっていうぐらい前が空いてます。まあ2列止められても出れると思ってここに止めたんですけどね。あともうちょっと 1、2時間待機して点検して、出発です。はい、おはようございます。出発します。ただいまの時刻午前0時45分です。今からダラスにあるうちのターミナルに行きます。で、今朝起きてちょうど10時間のリセットをしまして、で点検をして、リーファーに給油をしました。このお荷物は僕が本当は、テキサスのお客さんに運ぶ予定だったんですが、ダラスの先にあるお客さんに運ぶ予定だったんですが、この夜中にですね、毎日僕のホームタイムはフロリダなんで1時間進んでるんですけど、フロリダタイムの午前0時で、時間が8日前の時間が戻ってくるんですけど、8日前に2時間11分しかオンデューティーの時間がなかったもんで、昨日の残りの5時間に達して6時間27分しか今日稼働できないんですよ。それで行くとお客さんのところに間に合わない、もしくは間に合ったとしてもお客さんのところで時間切れを起こしてしまうという、まあおそらくこれ昨日撮影した動画でいっぱい喋ってるんじゃないかなと思って割愛しますが、まあそんなこんなで、この僕が稼働できる時間内にダラスのターミナルに行って、このお荷物を他のドライバーさんにリレーして持って行ってもらうというような段取りになりました。ここからダラスのターミナルまでは4時間48分と出てます。一応昨日の段階で朝6時までには着けるよって言ったんですが、今の到着予定時刻は5時37分になってます。で、この荷物はそのダラスのターミナルからお客さんまで1時間かからない位置にありますので、まあ、誰かが午後2時までに運んでくれたら助かるというところですね。もう本当にね、この今回のタイマーは8日間で70時間というやつの制限なんで、なくなっちゃうとね34時間リセットしなきゃいけないんですよ。それがそこらのなんかね、路肩とかで時間切れ起こしちゃうと1日半ね変なとこ滞在しなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ安全策を取ったという感じですね。
で、まあ、今回僕は昨日は休憩30分のリセットと、あのお土産屋さんに立ち寄ったやつですね、それからもう一回お手洗い休憩を一回取っただけですので、もう本当に休憩時間切り詰めて切り詰めてきたんですよ。で、昨日一昨日も30分の休憩リセットを給油しながらペトロでねやるって、それだけで進みましたから、まあもうディスパッチされた時点で結構時間怪しくて、僕の70時間クロックがもっと戻ってこれれば、配達できたと思うんですけどね。ただまあもうディスパッチ自体が結構時間ギリギリのやつだったんで、まあ、僕自身はベストは尽くしたかなと思ってるんで、ちょっと持っていけないのはね、残念ですし、他のドライバーさんに迷惑をかけてしまうというのは心苦しいですが、やるだけのことはやったと思いますので、これをまあ無事にダラスのターミナルでドロップするというところまでをしっかりやりたいと思います。はい、この先インスペクションステーションが出てきます。積み荷の内容物を確認されるところですが、クローズしてますね、バリケードしてあります。サインでクローズドとは書いてなかったですが、もう入り口が塞がってました。そして小屋の電気も消えてますね。はい、一応これで証拠映像を撮りましたんで通過します。ウェイステーション通過したらどうなりますかというお話をね、たびたびコメントで質問されるんですが、通過するとえらいことになります。今のところはね、まあインスペクションステーションなんで、また話はちょっと違うんですけど、ウェイステーションの場合はもう本線を走ってる段階で、ウェイステーションのそうですね、1、2マイル手前から走りながら計測されてるんですよ。ウェイインモーションっていうんですけど、本線の道路のところにね、はかりが仕込んであって、そこドンドンって乗ると車軸の重さを全部測られるんですよね、一瞬で。で、カメラがそこには設置されていて、そうですね、何台ぐらいありますかね、カメラ多い時には10台ぐらいあります。で、まあ少なくとも5台ぐらいはカメラあんのかな。で、まあ全部写真をね、映像を撮られて一瞬で判断できるそうです。タンデムのその場所が、あのキングピンから何フィートのところに設置されてるかとか、タイヤが下手ってないかとか、あとはまあ運転席のそのキャブの中ですよね、ドライバーがなんかその法律に違反したことをしてないか、あとは携帯持ってないかとか、あとそのなんだろう、ヘッドホン、耳を塞ぐ形のヘッドホンしてないかとか、まあ、そういうの全部撮影されます。でもちろんトレーラーに書いてあるカンパニーの名前、トラックに書いてあるカンパニーの名前から全部パパパって一瞬で撮られて、そのまたさらに1マイル先ぐらいのところで、はい、あなたはウェイステーションに入ってください、はい、あなたはバイパスしていいですよという判断がなされるんですね。だからもう全部自動で機械で一瞬で判断してやってるんですよ。で、入らなきゃいけないよっていう判別も、もう本当一瞬で多分やってると思います。で、まあうちのその会社は比較的その違反の少ない会社なので、バイパスになる可能性が、あの割合が比較的高いと思います。これはもうみんな他のドライバーが一生懸命違反しないように気をつけてるからだと思います。あのカンパニーによってはね、しょっちゅうしょっちゅうウェイステーションに入らなきゃいけないとかね、まあちっちゃな規模のちっちゃい会社とかは入らなきゃいけなかったりするんで、一回入ると結構タイムロスなんですよ。まあそれ、まあ最悪インスペクションでね、より細かな検査されて、まあ、ドライバーがその出発前のインスペクションで見つけられなかったなんか
整備不良が見つかるとそれでチケット切られちゃうわけですから、まあ、そういう怖さがある場所なんですけど、まあ、入ってください、出てあのバイパスでいいですよ、一瞬で判断されるんですね。その信号を、まあ、プリパスという、まあ、僕はダッシュボードのところに、くっつけてあるそのデバイスに送信されて、グリーンに光ればバイパス、赤だったら入ってくださいっていうのをやるんですね。で、まあ、そのプリパスっていうそのデバイスに対応してないところだと、あの電光掲示板が道路にあって、はい、トラックマストエグジットとか言ってね、あのウェイステーションに出てきなさいっていう表示が出たり、トラックバイパスみたいなね、あのそういう表示が出たりとか、もうそれもだからプリパス の, その赤とかグリーンとかの信号と同じようなことが道路に設置された電光掲示板でバッて出されるわけですね。それをまあ一瞬で読み取って、バイパスしたり、中に入ったりってことをやるんですけど、それでだからまあ僕のもうフラグが立ってるわけですよね。このトラックはバイパスしてよしって。でその僕がウェイステーションに入りなさいっていう信号が出てるのに通過した場合、あのそれをまた検知するものが本線にはありますから、ウェイステーションのちょうど前あたりにあのカメラとあの何ですか、その送信機みたいなのが上にあるんですよ。そうするともうそこからこの人はバイパスじゃないのにバイパスしてるっていうことでバババって検知がされて、写真をね一瞬にしてね、ダダダダダって5倍ぐらいパシャパシャパシャってフラッシュ焚かれますよ。実際にそれやられてるトラックを目撃したことあります。ああやっちゃったなって感じ。そうするとまあ後日トラックカンパニーに、違反してますっていう通知が行ったり、まあ、ドライバーもまあ、あの裁判所に出頭してくださいとかってそういうことになりますね。でまあそういうのが後日行われる場合もあれば、もうステートトゥルーパーみたいなハイウェイパトロールみたいな人たちがあのウェイステーションのところでもう車に乗って待機してると、もうあのバイパスしちゃいけないのにバイパスしちゃったトラックをもう後ろからサイレン鳴らして追っかけていきます。それも僕見たことあります。だからウェイステーションを勝手に通過しちゃうとどうなりますかは、えらいことになりますが答えですね。それが、まあ、もし誤ってうっかり通過したらどうなりますかは、それは分かんないです。結果同じだと思います。だからうっかりが許されないですね。で一応ナビゲーションにはあのウェイステーションの場所は表示されるようになってるし、音声でこの先何マイルでウェイステーションですって言ってくれますから、まあ大体気づけますね。会社のナビゲーションは5マイル手前から言ってくれます。5マイル1マイルかな、だから2回言ってくれます。で僕が有料で契約してる方の iPhone のアプリのトラッカーパスというアプリは30マイル手前から言ってくれます。30マイル、あとは何マイルだったかな、ちょっとまあ何回か言ってくれます。そろそろウェイステーションですよということを言ってくれます。で僕はそのこの先1マイルですとかいうそのアラートを聞いて、はいこの先ウェイステーション出てきますって言ってるんですよ。だからそれで大体いつも動画にそのシーンが残るって感じですかね。だから今みたいにプリパスに対応してるはずなのにプリパスは何にも反応しないで、ロードサインにもクローズドと書いてない時に後から通知が来て、はいあなた勝手にバイパスしましたねって言われちゃうと困るんで、僕は撮影してます。ウェイステーションをだいたい映像で記録して
本当に大丈夫だよねっていうのを撮影してます。まあ、あのプリパスの本体は映してないですが、まあ、これもなんかちょっと前の動画で言ったかな、うん、あの音が違うんですよ、グリーンになるときと赤になるときと。なのでその音で判別もできるでしょうし、あの一応動画の中に音声がね記録されれば、だからまあ証拠映像として残してるって感じのとこが大きいですね。もうアメリカ社会は本当言ったもん勝ちみたいなとこあるんで、主張されちゃったときにあの証拠がないとね勝てないんですよ。だからもう僕もねなんだかんだでアメリカ生活は15年ぐらいになりますから、そういう時に泣き寝入りしなくて済むような、まあそういう防衛手段みたいなのは取っとかないとなっていうことで撮影してる意味合いもあります。まあ、だから本当に日記というかログですよね。全部その仕事をほとんど喋ってますからまあお客さんのところでの手続きとか会社との電話でのやり取りとかっていうのは動画には出てきませんが、それ以外のことはもう僕が全部喋って、で、まあ、映像で残ってると思うんで、まあ、給油なんかも入れてますしね映像に。まあ僕の動画を見てればうちの会社では働けるんじゃないですかあとはまあお客さんのところのチェックインチェックアウトとペーパーワーク書類の作成ですね。それくらいですもん本当。まああとは会社の人とディスパッチ、はいその仕事を取りますとか、これちょっと間に合わないですよとか、ちょっとこれが必要なんで買いたいです、後でリインバースしてください、かあのなんて還付返金してくださいみたいなことを、まあ、お願いしたりとか、まあ、それくらいですもん本当に。あとは運転してればいいんで、大変だけど難しい仕事ではないと思いますね。大変ですよ、責任重大だしね。まあでもそれってどの仕事でも同じ、その程度のねあれが違うだけで、どの仕事でも責任重大じゃない。まあ、僕なんかは前の仕事はね8人とか10人とかのお客さんの前で同時にご飯作ってサーブするってやつをやってたんで、一歩間違えば食中毒を起こしちゃったりとか、まあ、あとはアレルギーの対応を間違っちゃうとね、なんか甲殻類のアレルギーがある人に他の人に甲殻類をサーブした調理道具で同じ鉄板で、そのアレルギーの人の料理作っちゃったらね、ショック反応を起こして呼吸困難とかなったりしますからね。でそういうのとかと同じですよ。だから安全に事故を起こさずに間違えずに運ぶっていうね、ダメな時はできませんってあらかじめ言うっていう、まあ、そういうことですよね。まあ今までやった仕事いろいろありますけど、どれも本当にね責任重大な仕事でしたよね。法律系の事務所で働いた時なんて本当権利書を作る仕事だったんで、登記とかね一言一句間違えられないですよね。間違えちゃうとその直せるんですよ、その構成入れられるんですけど、あのね消されないんですよ、上書きされちゃうんですよね上書きじゃない、あの消されないで訂正されて併記されちゃうんですよ。間違った記録が残っちゃうのね。で登記簿上にも残るし、権利証にも、例えばお客さんの字間違えちゃいましたってなったら、もうそれをねなんか二重線引いて訂正印をして何時抹消何時追加みたいなのを
書いてっていうめちゃくちゃ汚らしい権利書が出来上がっちゃうっていうね、そういうのを避けるためにもう一字一句何十回って確認して登記するみたいなねことをやったりしてましたね。まあ、だからどの仕事でも程度が違うけど責任感はありますが、ただ仕事の難易度で言うとまあ体力さえあって運転が好きならばできる仕事ではないかなとは思います。あ、僕の場合は運転が好きっていうのがでかいよね多分、うん、昔からだね。日本にいた時からもうどこ行くにも車がいいと思ってたもん。そうで、まあ横浜に住んでて東京行くのも車でよう行ってたし、車が好きっていうか、まあ、電車が好きじゃないっていうのがあって、なんかあの他人と同じ空間にあのこう閉じ込められるのがどうも苦手で、なんか分かんないけど調べたらなんとか症候群とかそういうのあるかも分かんないよなとはちょっと思うぐらい、あの他人と同じこう狭い空間にいるのが苦手で、そうだよね。だから僕このトラックのトレーニング、トレーナーと2週間一つのトラックの中にいるのめっちゃ苦痛でしたもん。本当にきつかった。しかもそれ犬もいてさ、もう本当になんか最悪って、まあ、いう言葉使っちゃうけど、もう本当最悪だったね。でその人はなんかあんま綺麗好きじゃなくて、もうゴミだらけだし掃除はしないし犬の毛だらけだし、で、まあ、犬は可愛いんだけどさ、可愛いんだけど、その時はもちろんシャワークレジットなんかないからさ、使っちゃうじゃん。そのトレーナーが自分で貯めたポイント自分でね、そのシャワー自分は浴びに行っちゃう。だけど俺はシャワー浴びたかったら自分で自腹切らなきゃいけないから、まあ、払えないと思って、前も言いましたけど15分18ドルとか20ドルとかするんですよ。それを、まあ、払えないから我慢してですよね。で5日とかぶりに今日はターミナルに行くぞと、会社の、で会社のターミナルはタダでシャワー浴びれるから、あ、やっとシャワー浴びれた、何日ぶりみたいな感じで、いやさっぱりしたなっつってトラック戻ると犬がベロ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 って舐めてきたりとかね、マジかと思って、本当にビンタしようかと思って俺何日かぶりかで風呂入ったんだぞ、お前マジ舐めないでくれよ今はみたいな。だなんかシャワー浴びた後、そのなんかトレーナーが犬散歩させてる間に、まあ、バンクベッドの2段ベッドの上のベッド使わせてもらったんですけど、なんか外に行ってる間にサササって上の段に逃げ込んでみたいなとかね、まあ、本当でもあのこの同じ空間にドライブするとき助手席座ってるぐらいはいいんだけど、生活じゃんこの中で寝る食うみたいなのは本当つらかった2週間。トラック生活で何がきつかったって、その2週間がきつかったね。その人全然嫌な人じゃないんだけど、もう嫌だその缶詰になる感じが他の人と、それが苦手だね。なんでこんな話してんだかわからなくなっちゃったまだ頭が寝てんのかな。なんかもう思いつくままにベラベラ喋っちゃって、最近ちょっと動画長くて申し訳ないよ。はい、ただいまの時刻午前1時52分です。ちょうど1時間ぐらい運転してきました。地平線にダーッと赤いランプが何千個と点滅してるのが見えるでしょうか。見えないかな、カメラでは。もう本当自分の視野角いっぱい、左から右までダーッと地平線にですね、赤いランプがピカピカピカッと点滅してるんですけど、あれは何がこんなに
ライトを仕込んであるかというと、あれはね、風車についてるランプなんですよね。あの発電のタービン、よくこの動画で、うちのチャンネルの動画で出てきますけど、あの風力発電のあの風車のところにランプがついてまして、夜になると点滅するんですよね。見えますかね、チカチカって映ってる。もうそれがもう地平線見渡す限りに広がってます。やっぱりあれですかね、背が高いから、まあ空飛んだりする飛行機とかがぶつかるといけないから、ああやって光らせてるんですかね。ダラスのダウンタウンを通過中です。ビルのネオンが綺麗ですね。ここは？すごい複雑なんですよね、高速道路の分岐が。ここは55マイル制限で、僕は55マイルで走ってます。例によって皆さんに煽られてます。入れてけろ。どっち？サウスだね。よし、サウス。しんどいね、今日は。あと残り時間が1時間20分ですね。70時間のクロックが。で、こっからターミナルまでが12分。まあ1時間ちょっと残る感じで到着かな。あと1マイル。このダラスのね、市街地に入る直前ぐらいからだいぶ眠気が来ちゃって、ただもうあの辺からねないんですよね、休むところが。なのでもう仕方ないって感じで、次のインターで降ります。ウェイステーションと書いてありますが、ウェイステーションの手前で降りることになると思います。273番、ここですね。どこだ、見えない。なんかね、外気の取り込みにしてて、すごい悪臭が入ってきたんですよね。はい、ストップサイン止まります。ピタッと。ほんでね、うわ臭と思って窓開けたらね、もう外が臭すぎてすごいことになった。街全体がなんか悪臭、なんだろうね、風向きなのかな、ゴミ処理場とかから匂ってるのか分かんないけど、すごい。いや、ゴミっていうかね、もうトイレの汚水の匂いがする、街全体が。よし、到着したぞ。あと残り時間は1時間7分。ここちょっとセキュリティめんどくさいんですよね。
暗くて見えん。ああもう困ったな。はい、今トレーラーをドロップしました。そしてね、書類をここにつけました。このスケールのチケットも一緒に、伝票と一緒に入れておきます。はい、今トレーラーをドロップしてボブテールでここに止めました。本当はねエンプティのリーファーをつないでおきたかったんですけど、ない一個も。ここ結構広いターミナルなんですけど、他の会社のリーファーはいくつかあるんだけど、うちの会社のリーファーはね1個しかなくて、しかも赤タグついてんだよね。レッドタグはねアウトオブサービスなんですよ。これね使えないんですよ。他はね他の会社のしかなくて、あとはドライバンしかないな。こんなに広いのに1個もないよ。まあしょうがない。とりあえずね、多分わかんないですけど、明日の夜っていうか今日の夜か、もう今日の夜の12時、フロリダタイムで12時だからこっちの23時ですね、23時に時間が戻ってきます。でそうすると今日56分残ってますから、明日9時間ぐらい戻ってくるから、もしかしたらその時間で行けるところを仕事をディスパッチしてくれるかもしれないですが、ちょっとねそんなキワキワで多分仕事入らないんで、34時間使ってリセットしなさいと言われるかもしれないですね。うん、さっきここぐるぐる回っててね、ボブテールでぐるぐる回ったんですよ、探すのに。あ、1個あったと思ったら自分がドロップしたやつだっためっちゃいいじゃんこのリーファーと思ったら。困りましたね。ここにいくつかあるんだけど、これも多分ねダメなんですよね、うん、これまたうちのじゃないね。この番号はうちの番号じゃない、どっかのデディケイテッドのやつだね。でここらにいくつかあるんだけど、これはもうトラックがつながってるし、これ1個つながってないやつあるんだけど、これもアウトオブサービスなんだよね。なんか蓋が外れてんの。これねもうエンジンむき出しになっちゃってるからさ、これは使えないよね。でねこれがね、まあエンジンかかってますけど、僕が今ドロップしたリーファー、今ここのヤードに動かせられるリーファーはこれ1台しかない。あとはみんなトラックがコネクトされちゃってるから、仕事がもし入っても動けないですという状況。まあそうなるとどうなるんだろうね。前もちょっとそういう時にドライバーとかやったけど、もしかしたらドライバーの仕事やれって言われるかもしれないですね。まあそういうことで、とりあえず今回の動画はここまでにしたいと思います。まあターミナルの中で34時間リセットしたいと思います。まあ仕事に関してはちゃんと、全力でやれるところまでやって、最後ねちょっとお客さんのところまではいけませんでしたが、リレーするという任務を今終えてドロップしました。はい、ということで本日の動画はこの辺にしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ねまだの方ぜひよろしくお願いします。こんな感じで毎日トラック Vlog をやっております。コメント欄いつも皆さんありがとうございます。全部読ませていただいております。ありがとうございます、本当に。ということで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆様、Be safe、ご安全に。
おやすみなさい。